2番目の通過者、66番。私、えって感じでした。歌ってる時も全然ちゃんと歌えなかったし、ダンスも私オリジナルのダンスになっちゃって、みんなと違う踊りになってんだろうなと思いながら踊ってたりとか、あと私今日のために趣味が粘土作りなんですけど、そう、粘土で作ってきた作品をお見せしたかったんですけど出せなくて、それはちょっと悲しかったです。私のファンになってくださった方に直接お礼のできる握手会をしたいです。ダンスが上手に踊れて、歌もちゃんと歌える、元気なアイドルになりたいです。なんか面談の時に同い年の子いますかって聞いたら一人いるよ。はい。恥ずかしくなっちゃった。緊張しました。なんかいっぱい、これいっぱい自分が映りすぎてびっくりしました。みゆきちゃん、みゆきちゃんは、なんか質問え、何県出身？栃木県です。キュンと一緒ですね。栃木のどこなんですか？いや、いいです、その情報大丈夫です。緊張する？はい、すみません。か、頑張ってね。ありがとうございます。してます。みゆきちゃん、お弁当おいしい？食べてる、かわいい。なんだっけ、ニックネーム？ミルテン。ミルテン、ミルテン、ミルテン、ミルテンって呼ばれるの。恥ずかしい。はい、栃木県出身、中学3年生、14歳のミルテンこと本田美雪です。ミルテン、ありがとうございます。たくさんの方に笑顔を届けられるように元気いっぱい頑張ります。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。なんか始まる前とか記者会見はすごい緊張しちゃって口とかが全然笑えなかったんですけど、いざファンの方の前に立ったらすごい皆さん温かくて、すごい名前を呼んでくださったり応援してくださったので、すごく安心して楽しむことができました。こっからがスタートなので、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。早いかな、まだ始まってないよ。すごい思ったけど、でもこれも自分のためなんだなとか、これからのためだなって思ったら
今ここで頑張んなきゃなと思っていっぱい練習しました。もっとできるようにならなきゃとか焦ったりとか、なんか自分のできなさに悲しくなったりとか悔しくなったりしたんですけど、でもそれをバネにしてもっと成長していきたいと思いました。今までダンスできなくてもメンバーが教えてくれたりとか先生が教えてくれたりしたけど、今日のあの場所は本当に自分一人だけで、もう分かんなくても自分で思い出さなきゃいけないし、少し心細くて寂しくて、早く戻れるようにしたいってずっと思ってました。でもここら辺あったら大丈夫。二人が後ろにいましたから。もう一回してみる？今まであなたたちの人生で積み重ねてきたことを全部壊していかなかったら無理なのか。でもメンバーみんなに助けてもらって、一人で踊るとまだ不安になっちゃったりとかしちゃうけど、でもメンバーがそう支えてくれるから、それをもっとそれに頼りすぎず、でも支えてもらえるときは支えてもらって頑張ろうと思います。最初にやってたときはもう自分でもどこ踊ってるか分かんないからメンバーのこと見てたりとかしてたけど、でも最後の方、その鏡なしでお客さんの方を見て踊った時はちゃんと自分で次はこれだ次はこれだって、頭真っ白にならなかったので、そういう風になっていきたいです。今がもうほんと下だとしたら一番上までできるようになりたいです。本田美幸です。中学3年生の14歳です。栃木県から来ました。緊張しないで頑張ります。よろしくお願いします。